こんにちは、松永製作所です。今回の動画では車椅子でお出かけする際、車椅子をまっすぐ押すのってなんか大変だよねとか、車道から歩道に上がるのって大変だよねとかっていう、そんな2つのお悩みについてグレースコアで楽になる、そんな秘密をお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。そもそもなぜ外で車椅子をまっすぐ押すのが大変か、それは道路が平らじゃないからなんです。道路はこのように水はけを考えて山状になっています。また歩道も同じく水はけのためにこのように斜めになっているので、傾斜の高い方に向かって力を加えてあげないとまっすぐ進むことができないからなんです。じゃあなぜグレースコアだとまっすぐ押しやすくなるか、そのポイントはこれ、このスタビライザーがポイントなんです。普通の車椅子は押してグリップに内側に力をかけるとこのようにフレームがしなるのに対して、グレースコアはスタビライザーがあるのでびくともしないんです。どういうことかというと、道路の傾斜に対して高い方に力をかけるとフレームが吸収してしまうのに対して、グレースコアはかけた方向にスッと動かしやすくなるからなんです。だから傾斜のある道路でもグレースコアは楽にまっすぐ押しやすくなるんです。ではなぜ車道から歩道に上がるのが大変か、それは車道の雨水が歩道に入らないようにこの5センチの段差があるからなんです。この段差を越えるために車椅子のキャスターを上げる、この作業をしないといけない、これが大変だからなんです。じゃあなぜグレースコアだと段差が上がりやすくなるのか、そのポイントがフレームの剛性なんです。普通の車椅子はフレームを前後上下に動かすとこれだけフレームがぐらつくのに対して、グレースコアはほとんどぐらつきがないんです。どういうことかというと、段差を乗り越えるために車椅子のキャスターを上げるこのテッピングレバーを踏む作業、この時にフレームのぐらつきの大きい車椅子はテッピングレバーを踏んだ力を吸収してしまうんですよね。それに対してぐらつきの少ないグレースカーは力が伝わりやすく、軽い力でキャスターが上がりやすくなるんです。だからグレースカーは段差が上がりやすくなるんです。ちなみにお出かけ中に電話がとか、ちょっと水分補給したいなっていう、車椅子から手を離したい、そんな時にはいちいち腰をかがめてブレーキをかける必要のないフットブレーキ付きのグレースコアの解除タイプがおすすめです。ということで、車椅子を押してお出かけすることが多い方には、傾斜や段差のある道路でも楽に押しやすいグレースコアがおすすめです。また背もたれが高くて通気性が抜群のシートなので、もちろん座っていただく方にとっても快適な車椅子となっております。ご家族でのお出かけのお供にグレースコア、ぜひご利用ください。